はい、というわけで配信始まったそうです。始まりました。じゃあ皆さん今日はよろしくお願いします。今日は理論としての建築家の自邸ということで、もともとギャラリーアエンチエでやっていた、企画のスピンアウト企画ということで、万玉直子さんの北沢のリノベーションから中継しています。ではまずそもそもこの企画がどのように始まったかということで、4段アーキテクチャーからご説明いただけますか。はい、ビヨンドアーキテクチャー編集部の桜井と申します。ビヨンドアーキテクチャー その内容をどういったことをしているかっていうのと、あと、大奥書館について少しお話しできればと思います。ビヨンドアーキテクチャーは、ウェブマガジン、建築の設計事務所オンデザインパートナーズが運営するオンドメディアです。現在建築とカルチャーを言語化するというコンセプトのもと、建築を取り巻く状況を切り取り、日々記事として発信しています。この中にマガジンとして、私の耳がおかしいんですかね、聞きづらいのは。ちょっと音が小さいです。連載していた建築家の往復書簡は、オンデザインの書院であるお二人、手前さんと万玉さんの建築が、偶然にもこの春、同時期に自ら設計した自邸が竣工しました。それぞれのプランは、戸建て住宅とマンションのリノベーションです。本連載では、書院2人の家づくりに対する考え方や、新居での暮らしぶりを大奥書簡という手法によって伝え合ってきました。で、本日はその最後の締めくくりに特別企画ということで、ギャラリー IHA で門脇さんがキュレーションを務める理論としての建築家の自邸番外編として、このレクチャーを開催する運びとなりました。この後からは門脇さんにバトンタッチさせていただければと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は皆さんよろしくお願いします。女性に囲まれて大変緊張して。ね、それで、その関係で、万玉さんともよく知っていたんですけども、お二人から相談されまして、往復書簡僕も読んでいたんですが、そこで最後の仕上げとしてちゃんと建築の話をしたいということで、建築の相談を受けました。それで僕がたまたまご紹介いただきましたけども、ギャラリー IHA の方で理論としての建築家の自邸というシリーズをキュレーションしていました。で、理論としての建築家の自邸は、建築家が自邸を作った方を呼んでいただいて、で、見学会とレクチャーをセットにするという企画なんですけども、自邸ですから見学会が非常にやりやすいということと、一方でこの建築の理論というのは作品をとセットで語らないとどうしても片手落ちのところがあるということで、お客様には作品を見るのとレクチャーを聞く両方やっていただいて議論を深めるという趣旨で進めていたものでした。で、最初は手前味噌ですけども、私の門脇邸でやって、その後、古沢大輔さんの古沢邸、その後、小泉正夫さんの明日の家、それから伊藤悟さんの横浜の住宅、坂牛拓さんの坂牛邸という順番でやっていました。で、それが2019年度のことで、あと2回か3回やりたいと思っていたんですね。大変ありがたいことに好評な企画で、すぐこう締め切りがいっぱいになっちゃうという形だったんですが、残念ながらコロナ禍がやってきて、それで見学会とかあるいはレクチャーも気軽にできないという状況になってました。で、そのことが僕も大変気になっていたので、
コロナ禍が落ち着いたらぜひ再開させてほしいということで長谷川さんにずっと相談していたんですけども、今日はとてもいい機会、この2人が辞典を作ったということなので番外編でやらせていただけないかということで長谷川さんに相談したところ、ビヨンドアーキテクチャーとギャラリー IHA のコラボ企画ということでこの企画が実現したということです。で簡単に僕の方から今日の登壇者のご紹介を差し上げます。まず最初に、左からですね、万玉直子さんです。万玉さんは、建築家でいらっしゃいますけれども、オンデザインに所属して建築の活動をされて、それから最近ではご自身の、事務所というんですかね、ご自身のオンデザインとは別にも作品を作られていて、おそらくこれが第一だということで、最近ですとこの北沢のリノベーションも話題になりましたし、あるいは東京緑ラボですとか、街のような国際学生のそのあたりが大変有名な作品かと思います。一言はい、今ご紹介にあかりました万玉です。この度長谷川さん、中山さん、関原さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。辞典ということで、ちょうど2年前ぐらいからこうマンション探しを始めて、こういろいろ設計をして、ちょうど春に住み始めてから、ちょうどこうこれからようやく冬を迎えるっていうタイミングなんですけれども、こうやっぱり普段の作品作りより自分の家っていうこともあって、生活のこととかこう自宅作りとかいろいろ頭の中がこうごちゃごちゃになりながらも、なんとかこう引っ越して住み始めて気づくことも多くて、今日はちょっとその過程、設計中から住み始めてっていう過程を追ってちょっとこうお話しさせていただこうかなと思います。何かこう忌憚のない意見いただいたり、ちょっとテーマを見つけて話せるといいなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それから真ん中に座ってらっしゃるのは柳井玲さんです。で柳井さんも建築家でいらっしゃいますけども、オンデザインに所属して、作品を作られている。住宅作品がこれまで主だったと思いますけども、軒下と小屋裏の住宅ですとか、あるいは中と外なんかは僕は大変記憶に残っています。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。やないです。よろしくお願いいたします。皆さんのご協力によりこのような企画をやらせていただいて大変光栄です。本日はよろしくお願いいたします。私もですね、郊外に一戸建てで新築で自邸を、3月に竣工、2020年3月に竣工したんですけれども、建てさせていただいてます。で、こういうふうにアウトプットする機会っていうのは、こういう機会がないとなかなかしないので、大変貴重な機会をいただいたなと思っているんですけれども、何かご意見いただければと思いますので、今日はどうぞよろしくお願いいたします。多分後でお話が出てくると思いますが、大変対照的で、都心のマンション、それから郊外の一戸建てということで、ある意味で日本の住宅の典型的な2つになっているわけですけども、でもその中でお二人はかなり自分の生活のリアリティに基づいて自邸を作ってらっしゃると思うので、そういうところからどんな建築のイメージが立ち上がってくるかというのが今日の1つの議論のポイントなのかなと思っております。さて、今日はお二人豪華、超豪華ゲストをお招きしています。まず最初に長谷川逸子さんです。で長谷川逸子さんはもう改めて紹介するまでもありませんけれども、女性建築家として、女性とも特に言うまでもないと思います。建築家として大変多くのご実績をお持ちの方です。で最近 の, ご実績で、新しいところでは、第1回ロイヤルアカデミー・オブ・アーツ建築賞を受賞される、これ大変大きなニュースになりましたし、あるいは、長谷川逸子さんの作品集や著作集を、出版されるなど大変精力的に活動を続けていらっしゃいます。それから2016年にはギャラリー IHA という、ギャラリーを開設されまして、でそこで、レクチャーですとか、あるいは展覧会を されていますので、皆さんも関わりがあるという方も多いと思います。長谷川さん、今日はよろしくお願いします。よろしくどうぞ。お願いできますか。
え？一言お願いできますか。一言何か。一言。何だろう。どうもこのスピーカーが悪くて聞き取りにくくてごめんなさい。一言ですか。まあちょっと昨日見に行かなくて申し訳ございません。やっぱ体験しないといけないっていつも思ってるんですけど、なんか寒くなって足の具合が悪いので大変申し訳なかったです。スタッフのモズナクが見に行って報告を受けました。まあなんか感心して帰ってきたことしか言いませんので、あまり細かいことは聞いてないんですけれども、まあ女性の建築家っていうのは日本ではとても多くて、永山さん代表するように世界的な活動をする女性も出てきていたりして、この間ハーバード大学のディーンと対談を申し込まれてやったんですけれども、アメリカでもヨーロッパでも建築家の女性がどうして少ないのかって質問したんですけど、ちゃんと答えないのに驚きました。ちゃんと答えないんですよ。ちゃんと答えないっていうのが、いやみんななんか、長谷川さん音声が切れちゃったみたいです。どこまで話したら大丈夫です。ハーバードのディーンの話は入りましたか。はい、ディーンの話まで聞こえてます、はい、まあ理由がなんかいい加減でびっくりをしましたけど、ヨーロッパでもなんかアメリカでも女性建築家が少ない、日本とかアジアの方が、これから中国もすごい増えるかなと思うんですけれども、外国で活躍している女性もすごく日本人は多いんですね。まあそんなことで日本はなんとなく男尊女卑みたいではあるけれども、しかしもうちょっと違う社会がここ何年ぐらいかな、20年ぐらいの間に生まれてきてるかなと思うんですね。でまあ世界中に女性の建築家がないのはヨーロッパでもアメリカでもクライアントが男性なんですね、ほとんどね。行政というよりは民間のこう生命会社であるとか銀行であるとか、アメリカだったらそういう企業のトップがクライアントになるので、女性がなかなか選ばれないんだというようにハーバードにいると聞きましたけれども、先日の対談でハーバードの先生は簡単にみんな結婚するだけだよって、いい結婚がハーバード出ればできるんだよみたいなくだらん話しかしてくれませんでした。まあそんな社会なんでしょう。ヨーロッパでもやっぱりなんかみんな権威主義な人になっちゃうので、建築家がなかなか女性が入り込めない。そういう意味では日本はどっか優しい社会に、昔より私がなんか仕事をしだした頃よりずっと優しい社会になってると思うので、なんかそういう女性の考えをずんずんなんか建築に表明していくっていう機会を増やしていきたいもんだなと思いますね。これからもこう女性建築家を私たちの NPO は招いていきたいという考えを持っています。よろしくどうぞ。よろしくお願いします。長谷川さんは言うまでもなく男性社会であった建築界の中で格闘してきた方なんですけども、最近はだんだん女性が増えてきているという感覚は僕の中ではあります。今ベネチアビエンナーレのキュレーターをやってますが、まあ、コロナでみんな暇なので時間があるので、各国のキュレーターと毎月1回議論してるんですね。でやっぱりそうするとベネチアビエンナーレのキュレーターって基本的に若い方が多いんですけども、40代ぐらいになると男女比が半々ぐらいになっているというような感じです。先進国だけではなくて途上国もあるんですけども、まあ、だんだんと女性が増えてきていて、でこれまで男性的な和法が多かった建築界の中にだんだんと女性的な和法が生まれてきているんじゃないかというようなことは僕自身は感じているところです。ヨーロッパの社会でもですか。ヨーロッパも、まあ、増えてきてますね。まあ、キュレーターなので建築家という感じではもしかしたらないかもしれませんけども、うん、で今日はもう一方ゲストをお招きしています。永山優子さんです。
中山由子さんは、僕とほぼ同年代なんですけども、まあ、その中でも早くから若い時から活躍されていまして、青木淳さんのところを卒業されてから、まあ、4年ルールの当時有効だった頃の時だと思いますけども、すぐ独立されて、どんどんと雑誌でも作品を発表されていたということをよく覚えています。で、最近では大きなプロジェクトですとか、あるいは国際的なプロジェクトもどんどん発表があって非常にニュースになっていますけども、ドバイ万博のプロジェクトですとか、あるいは八重洲の方でしたっけ、東京駅のそばの超高層の低層部のところのデザインですとか、さまざまなデザインがニュースになっているという大活躍中の建築家です。で、今日はドバイからお帰りということで、残念ながらこちらには自主隔離期間で来られないということですけども、ご自邸から今日は参加していただきます。よろしくお願いします。一言お願いできますか。ドバイから。そうですね、一言。いや、今長谷川さんのお話の中にあった、日本が結構に女性の建築家が世界的に見ても多いっていうのが、私もあんまり感覚として分かっていなかったので、改めてそうなんだなっていうふうに思って、で、私も最近やっぱりこう見回すと、日本の中で建築をやっている上では、こうあんまり男性社会だっていう意識がだんだん薄れているなと思っていて、まあ、それは長谷川さんが切り開いてくださった道を私たちが歩けるようになったっていうところがすごく大きいのかもしれないなと、いつも長谷川さんに関しては感謝の気持ちでいるんですけれども、やっぱり女性が建築を作ることそのものが社会的に認知されているというか、別にそこに違和感を全く感じていない社会があって、むしろなんか最近だと女性だともうちょっと違った視点で見てくれるんじゃないかみたいな、そういうポジティブに女性であることを割とこう見てくださる事業者さんも増えてきていて、例えば私だと、まあ割と彼らが考えているターゲット層に近いっていうか、女性だったりこう子供がいたりっていうことが、意外とこうその優しい社会にしていくときに、まあ、子供連れの人たちにとってこういう空間がどうなのかとか、まあ、そういう意味でなんかこう作り手でありながらもターゲットでもあるっていう認識が結構あって、まあ、特に商業なんかが私は割と携わることが多いので、まあ、そうするとこうターゲットが割と女性だったり子供だったりみたいな、次の世代の若い世代だったりみたいなことがあるので、まあ、そこにちょっとこうリアルな感覚で使い手としての何か思いみたいなのも同時に設計しながら入れられるっていう部分があるのかなというふうに思っています。で、今回まあ自邸っていうことで、多分まあそういう意味では作り手と何ていうか使い手が一緒の同時にいる状態で、そういうまあ稀なケースの中でどういうふうに答えていくか、自分に自問自答しながらやっていくと思うんですけど、まあ、そこは私も自邸を作った時に考えていたところなので、それぞれ皆さんどんなことを考えるのかとても楽しみにしております。よろしくお願いします。まあ、だんだん社会が男性だけだと回らなくなってるっていうのは実感としてもあるので、いろんな人が参加して、まあ、女性ももちろんそうだし、子どもなんかも参加して社会を一緒に回していくんだというのに、だんだんと事業者さんにもなっているというようなことだとコメントとして受けました。で、そういった中でお二人は、まあ、自邸を作られたわけですけども、今日はお二人の発表から今後どんな建築が生まれてきそうかということが議論できればいいなと思って。それから今 YouTube でライブで見ている方がたくさんいらっしゃると思いますけども、 YouTube でご覧の方は YouTube のライブチャットから質問ができるようにしていますので、もしご質問等があれば気軽に書き込んでください。見つけたら拾ってお答えしたいというふうに思っています。それではここからまずプレゼンテーションをそれぞれから30分程度いただくという形で進めていきます。それではまず最初に柳井さん、小さな家の作品を作られましたけども、そちらの紹介をお願いします。
画面共有ご覧になれますでしょうか。はい、はい、見えてます。はい、ありがとうございます。改めまして柳井です。今日はよろしくお願いいたします。理論としての建築家の自転シリーズがビヨンドアーキテクチャに出張してくださるということで、大変素晴らしい機会を与えてくださってありがとうございました。また長谷川さん、永山さんにはお忙しい中貴重なお時間をいただきありがとうございます。まず私の方から小さな家について30分程度レクチャーさせていただきたいと思いますので、どうぞ本日はよろしくお願いいたします。多分これ聞いてくださってる方も私ほとんど初めましての方が多いかなと思いますので、まず最初に簡単に自己紹介をさせていただきます。ちょっと私なかなかこういうレクチャーとかをさせていただくのが初めてなので、大変緊張しておりまして、ある程度ご容赦いただければと思います。途中でツッコミは入れても全然構いません。あ、はい、大丈夫です。うろたえるかもしれないですけど。今こちらに映ってますのが私の過去の住宅作品なんですけれども、修士卒業してからですね、オンデザインに所属をしまして、もう10年以上経っております。で、10年間の中で主に住宅設計が中心になって、かなり竣工した数も多くなってきています。で、最近は私年齢が今今年37ですけれども、年齢的にも多少ベテラン感もちょっと出てきまして、ですね、個人でもあやとりデザインという事務所を設立して行っています。で、この、私の辞典もその個人活動の一つとしてやらせていただいています。プライベートはですね、まだ小さい子供が2人おりまして、仕事の傍らですね、あまり得意ではない家事育児もなんとかこなしていまして、いわゆるトリプルワークみたいなような生活を今送っております。で、要は引きで見ると私はただのサラリーマンなんですけれども、主人も公務員なので、いわゆるサラリーで暮らしている一般的な家庭なんですね。これ私が書いたスケッチですけども。で、年齢的に当時の年齢36歳ですけど、35年ローンという限界、年齢的な限界が近づいたということもあって、今回家を建てることになりました。で、ここから建物の方のご紹介させていただくんですけれども、土地をですね、去年の2019年の4月頃から探し始めました。いろいろ紆余曲折あったんですけれども、最終的に実家、私の実家の町内に土地を買いました。私の両親は頻繁に子どもの面倒を見てくれたりとか、食事を作ってくれたりとか、そういうタイプの親ではないんですけれども、共働きをしているということで、平日身動きが取れない私としては、子どもとかに何かあった時には助けてくれるということで、いわゆる近況ですね、近況しようということになりました。で、この町内は郊外の丘陵地の南斜面にある分譲地なんですけれども、この航空写真でも分かるように、道路幅はそこまで狭くないような、南北に道路が5番目状に走って整然と区画されているような地域になります。で、20代後半に結婚してから10年ほどこの町内にはいなくて離れて暮らしてたんですけれども、改めてこの町内土地を探すということになった時に、空き家とか空き地がすごく増えているということにびっくりしました。で、これ居住していた当時はあまり知らなかったんですけれども、ここは50年以上前に三井が山の斜面を開発して分譲した地域だそうです。これ結構貴重な写真かと思うんですけど、当時の本当 その町内のですね、昭和40年当時の写真でご近所の方からいただいたんですけれども、白塗りのところにもともとお名前書いてあって、ちょっと今回は消させていただいたんですが、ちゃんとこういう記録を取ってる方がいらっしゃいまして、すごいなと思ったんですけれども、こういう感じでご覧いただくように区画がものすごい大きいですね。で、1965年頃というと、ちょうど近くにタマニュータウンがあるんですけれども、タマニュータウンの開発が始まったぐらい
が時期とかぶるので、まあ、それと比較するとおそらく当時比較的裕福な、まあ、富裕層というか方が購入されていたんじゃないかなということで、まあ、広い区画にしたんじゃないかなと思ってます。うちの母が言うには、私が生まれる前は黒塗りのハイヤーがこの坂のところに何台も止まっていたっていう話も聞いて、私も見たことないんですけれども、まあ、当時はそういうような光景があったそうです。で、最初に住み始めた方が、まあ、30歳から40歳ぐらいの時だとして、まあ、現在50何年経って90歳ぐらいなので、2世帯にして、まあ、息子さんとか娘さんたちと住まれてる方だったりとか、まあ、あるいは広い家が必要ないと言って便利な駅近のマンションに越されたりとか、まあ、高齢なので施設に入る都合で日中は娘さんがお掃除に来られているという姿をよく見かけます。なので相続して売られるという方も多いみたいで、不動産情報を見ると思ったより多くの物件が出ているなという印象でした。ただなかなか売れなくてですね、散歩しているとここずっと空いてるねみたいなことが結構あります。で、すみません、急にこんな表を出してしまったんですけど、ここは川崎市なんですけれども、これ用途地域の区分の表なんですが、住居地域がですね、100平米もしくは125平米で最低敷地というのが決められてまして、この町内はその厳しい方の125平米というのが最低のラインというふうになっています。で、私たちが最終的に選んだ土地というのは200平米だったんですけれども、まあ、このぐらいの大きさだと分割して売ることができないんですね。で、まあ、250平米ないと、まあ、半分に割って売れないということになるので、結構高いハードルだなというふうに思いました。で、まあ、これ2つ写真が、これうちの写真じゃないんですけれども、左側の写真はうちの実家の隣がたまたま空いてるんですけど、これ300平米以上あったので運よく分割して手頃のサイズになって、多分これはすぐ買い手つくんですけれども、右側の方はこれすごい微妙なサイズで、240平米なんですけれども、ここはずっとやっぱ残ってるんですね。で、これ今日たまたまちょっとどうなってるかなって見に行ったら地鎮祭の跡があったので売れて立つんだなと思って安心したんですけども、結構その大きいサイズでも最初はそのまま売ってるんですけれども、やっぱり郊外で駅から遠いっていうこともあるので、広すぎちゃうとなかなか買い手がつかないっていうことなのかなというふうに。で、これが私が最終的に選んだ敷地になるんですけど、まあ、先ほど申し上げたように200平米の土地なんです。で、まあ、聞くと20年前よりも地価が、まあ、半分とは言わないんですけど、だいぶ下落をしているようで、まあ、下落をさせないと売れないんですけれども、良好な住環境を守るための、まあ、125平米という縛りのルールなので、もう私も賛成なんですけど、逆にやっぱ空き家が増えたりとか、まあ、ハクビシンとかタヌキとかが結構町内に出るっていう話も聞くので、まあ、そういうのを見ると何とも言えないような気持ちになります。まあ、動物だったら可愛いんですけども、まあ、このまま悪化するとちょっと防犯的な問題とかも出てきて、まあ、都心からは電車で近い場所なんですけど、ちょっとある意味仮想化みたいなことが起き始めてるんじゃないかなというふうに思っています。で、すみません、前段がすいません、長くなってしまったんですけれども、そんな背景もあって125平米とか200平米とかあんまり土地の値段が変わらなかったということもあって、まあ、まだ見ぬ将来に備えるぐらいの気持ちで200平米の土地を購入しました。まあ、とはいっても200平米なので、それまで40平米の賃貸住んでいた私たちにとってはすごく広大でした。自分の生活を振り返っても、このコロナの前の時期は平日の日中はほとんど家にいなかったりとか、まあ、子どもも保育園行ってたりするので、 できるだけ物の生活、少ない生活もしたかったということもあって、あんまり家としては大きいものは必要ないかなというふうに思っていました。で、まあ、予算もないし、長い将来の中で、まあ、必要なら増築して住めばいいかなという、住んでから建物の形状が変わるっていうことにはあんまり抵抗はありませんでした。で、まあ、少しちょっとすみません、話が変わるんですけれども、私が所属しているオンデザインで普段住宅を設計しているときっていうのは、これオンデザインのホームページから抜粋してるんですけども、クライアントとの対話を重ねていく中で、まあ、住み手のその将来像を思い描いていくんです
ね。まあ、一方的に私たちが設計した内容をお施主さんにプレゼンテーションするというよりは、まあ、お住み手の方からいろいろヒアリングをさせていただいて、まあ、どういう住宅がいいかというのを思い描いていくんですけれども、まあ、お施主さんの住宅を将来こうやって使われるんじゃないかとか考えて計画するんですけれども、それでもやっぱりお施主さんとしては自分たちでもわからない将来っていうのがあって、そこをどうするかっていうのを悩まれる姿をよく目の当たりにしています。で、それがいざ自分になった時にもっとわからないっていうのが起きたんですね。2人の子供がどうなるかとか、まあ、自分たちの両親がどうとか、でましてや自分たちもこのままの環境でこう働き続けるのかみたいなことはよくわからなくなってきます。なんか人のことはよく理解して考えようとするのに、自分の家の方が何かよくわからなくなってしまうという、そういうことが起きています。で、まあ、建設予算のことも大きい理由だったんですけど、職業柄、まあ、住みながら考えも変わっていくだろうということで、実験的にやりたいこともあるだろうから、どんな将来でも受け止めやすいように極力シンプルな簡素な家がいいのかなというふうに思ってました。で、足りないものは後で、まあ、作ればいいかという感じで、まずそこからスタートしました。まあ、なんかそういう後で、まあ、足していけばいいかなとか、生活をやっていけばアレンジしていけばいいのかなっていうのは、なんか時点ならではなのかなというふうに思ってます。で、なんか急にこう漫画出てきたんですけど、そんな風にスタートしたんですけれども、まあ、当たり前なんですけど、やっぱり世襲がいないんですよね。これ10年以上オンデザインでたくさん住宅をやらせていただいたんですけれども、なんか今まで感じたことのないなんかすごい変な感覚でした、はい、でなんかまず自由なんだなと思ったんですけど、まあ、今まで幾度となくお世さんの住宅設計させていただく中で、ああ自由に設計できたらなって思うこともあったんですけれど、いざ自由になった時になんかどこに重心を置いて設計していいかっていうのがちょっと分からなくなったんですね、一瞬で。まあ、建築条件があるっていうのはありがたいことだなと、まあ、なんかこういう風になって初めて思いました。で、これ図に書いてある通り、まあ、いつもお施主さんとの対話の中から、まあ、彼らの生活ぶりに焦点を当てて住宅を設計するっていうことが多いんですけれども、まあ、自邸だとそれをやる必要がないと。で、まあ、それをやる必要がないというのが多分人生で最初で最後のチャンスなんだなと、まあ、当時当たり前のことだけどなんか漠然と思ったのを覚えてます。で、まあ、この図の左側は普段っていうふうに書いてありますけれども、これ左側にいるのが私ですね。私がこう A はどうでしょうかとお施主さんに提案をして、まあ、右側にいるお施主さんが、まあ、A はいいけど B も C も D も欲しいわっていう、まあ、対話を重ねていくと。で、その下の思考って書いてありますけれども、お施主さんからいただいた対話させていただいた内容を、まあ、オンデザインの中で、まあ、A、B、C、D かって思考をして、まあ、それを住宅設計に落とし込んでいくっていうのが普段の流れですね。で、それに対して右側の自定って書いてある方ですけど、私が A かと思ったら、まあ、それで終わりっていう、まあ、思考のみっていう状態なんですね。で、もちろんまあ下にちょっと小さく家族いますけど、もちろん彼らの生活もあるので、まあ、彼らが B と言ったら、まあ、B も入れるかっていう感じですけれど、なんで、なんていうんですかね、まあ、ほぼ自分の思考のみで完結してしまうんですよね。で、なんか普段通りの気持ちで設計を始めてみたものの、なんかいつものようにやっぱり個人の生活っていうものに焦点を当てて設計するっていうのが、なんかちょっと違うんじゃないかなって思い始めました。普段個人住宅ではなかなかできない、なんか社会的な問題とかにちょっと焦点を置いてもいいのかなと、なんかそれも許されるんじゃないかなっていうことが頭の中でよぎりました。で、そんな時に思ったのが、さっきちょっと長々と説明してしまったんですけれども、こういう郊外の中で仕方なく広くなってしまった土地のことです。で、普通の人からすると、こんな大きいのどうやって使っていいかわからないっていうような土地を、なんか魅力的に使うことが示せれたら、こういう土地もなんか引き取られて、こういう郊外とこういう町内が少しでも救われるんじゃないかなっていうふうに思いました。で、まあまあ、汎用性、まあ、さっき知りましたけど汎用性って書いちゃってるんですけど、なんかもうちょっと汎用性というよりはもうちょっとライトに少し人が真似できるとか、なんかモデルとかタイプとか、なんかそういうことが示せるのがいいのかなっていうのを思いました。もちろん家族も大切なんですけれども、家族の生活も大切なんですけれど、なんか自邸だからこそそういうちょっといつもと違うような思考をしても許されるのかなっていうふうに思いました。
で、まあ、そういったモデルで一番大切に思ったのが配置です。まあ後でいろいろ出てくるんですけれども、まあ、むしろ今回配置が全てなのかなというふうに思いました。まあ、というのも、その住宅は、中はやっぱ人それぞれの暮らしがあるので、まあプランとかはまちまち、様子もまちまちになると思うんですけれど、配置とかある程度の構成は、については、なんか広い土地で魅力度アップが示されるようなものができるといいのかなと思いました。でちょっとその時になんかヒントになったのが家族からのヒアリングだったんですけれども一応世襲が家族ということでちょっとヒアリングをしてみました。当時長男は0歳だったので、まあ、彼にはヒアリングもちろんできなかったんですけれど、まあ、当時4歳の長女にはどんな家がいいかなみたいなことを何気に聞いたんですね。でそうすると彼女がちょっと面白いことを言っていて公園みたいなお家っていうふうに言ったんです。でこれちょっと昭和記念公園の写真なんですけど、ちょっとスケール大きすぎてちょっとあれなんですけれど、まあ、大体なんか公園って屋外だから、あんまり家とか住宅を例えるものになりえないワードだと思うんですよね、公園っていうのが。なんかそれが彼女の口から出てきたの、なんか面白いなっていうふうに思って。で、なんか今回もそんな風に建物だけじゃなくて外のことも同じぐらい同等に考えられればそういう、こう広くなってしまった土地の価値っていうのを、まあ、結果的に今考えることにつながるんじゃないかなというふうに思いました。で、庭、まあその外の部分ですね、家の外の部分 の、 その庭っていうものの定義ってあんまり詳しく調べたことなかったんですけど、まあ、一般的には建物が建っていない部分を庭と位置づけることが多いと思います。これ国語辞典からの引用ですけど、屋敷内である広さを持って開けてある地面って書いてあったんですね。で、なんか開けてあるっていう表現がもう建物のことを完全に意識した表現だなっていうのを思いました。まあ、建物が建つということで自動的にそこが庭になるというか、まあ、つまり建物があってこそ庭が生まれるということになるかなと思います。で、まあ、ちょっとまた漫画出てきましたけど、まあ、鶏が先か卵が先かの原理で、逆に何もないところに庭が先にあってそこに建物が建ってる方が庭の環境を内部空間に取り込めてなんか豊かになるんじゃないかなってちょっと思ったんですね。でまあ、それは配置によって、まあ、さっきちょっとお伝えしたような配置によってなんか成し得ることができるのかなと。まあ、ある程度広い土地だからこそできる特権的な、まあ、その空間になるんじゃないかなというふうに思いました。まあ、これ鶏が先か卵が先か建物が先か庭が先かっていう絵ですけど、はい。でまあ、その200平米 の、 その敷地になるべくその南側に、これ下が南ですけれど、庭を取るためにまあ北寄りに建物を建てるっていうことになるかなと思うんですけれども、まあ今回はその庭のど真ん中に建物を配置することで1階部分をその庭の一部のようにしつらえられないかなと思いました。まあつまり南北にまあそれぞれ庭ができるような構成です。でまあ、ちょっといきなり建物 の、 図になったんですけど、これ我が家の平面のスケッチになります。まあ、配置に加えて庭との連続性を生み出すように、まあ、東西に長い細長いなるべく薄っぺらいプランにしています。これ窓から窓までが新進で 3.6m、 3600ですけれども、これだいぶ薄っぺらいプラン、なんか住める限界の薄っぺらいプランにしたいなと思って、このぐらいの寸法を体験しています。南北にまあ構造的に限界まで取れるだけ大きい開口部を取って、お腹と背中がくっついたようなプランニングにしています。でさらに南とまあ北の庭にヒエラルキーができないで、それぞれ同等になるように平面プランを点対称にして、まあ、ひっくり返しても同じ裏と表がないようにしました。まあ、それは南と北の庭のヒエラルキーを作らないことで、まあ、その庭の真ん中に位置しているという印象を強くしたかったからです。でまあ、ちょっと余談なんですけど、これちなみにこの図はちょっと庭どうしようかなと言って妄想したスケッチなんですけれども、まだちょっとお恥ずかしい話、庭のが先ってさっき強調したんですけど、まだちょっと庭は今造成中なんですけれども、まあ、これで夢だけは広がってるというのが分かっていただけるかと思います。で、これが断面のイメージですね。
南北の両側にピロティ空間を作ってまして、室内とピロティの間でこう床と天井を水平に連続させています。で、室内と屋外でいきなり分断が空間が分断されないようにそのピロティを配置をして、なるべく室内と屋外がシームレスに続くような構成にしています。で、すいません、長々とあれですけども、ここでやっと建物の写真です。で、これは1階の写真ですけれども、1階は今はいわゆる LDK 的な使い方をしてまして、一番奥に見えているのがキッチンになります。で、これを見ている側が玄関側になりますけれども、玄関側からリビング、ダイニング、キッチンの並びで今は使っています。で、ちょっと写真だとなかなか難しいんですけれども、お越しいただいて立体的に体験をするとですね、両側に庭を感じることができます。開口は大きいんですけれども、この写真で分かるように開口同士をですね、なるべく整体させずにちょっと微妙にずらしをしているので、室内にいても、まあ、完全に外というよりもちょっと守られているような、庭を感じつつも守られている感覚があります。で、これが、これが逆側から見た図ですね。キッチンから見たような図ですね。両側に大きい開口をしつらえています。で、これ南側の庭から見た外観の写真ですけれども、ちょっとこれ画面だと見えにくいかもしれないんですけど、1階の窓の向こう側にも北側の全面道路が見えているという、透けて見えているという、南側の庭にいて北側の庭の気配まで感じることができるような距離感です。で、2階にはプライバシーが高い部屋、寝室ですとか、そういった書室と水回りを、中心に吹き抜けがあるんですけれども、吹き抜けを囲うようにして配置しています。子ども室はですね、ちょっとまだ子どもが小さすぎてどうなるかわからないので、今は無理に作らずですね、ちょっとガランド状態にして第2のリビングのような感じで今は使っています。これがその第2のリビングとして使っている子ども室から見ている風景ですね。で、吹き抜け、さっき申し上げた吹き抜けを1階から見るとこういう感じで、で、これ2階から吹き抜けを見下ろしたところですけれども、この建物の中心にある吹き抜けのおかげで2階からも南北両方の庭の気配を感じることができます。ちなみにこの上についている不思議な照明は岡安泉さんという照明デザイナーの方に制作していただきました。で、これがですね、道路側から見たファサードになります。先ほど見ていただいた断面図のように切り妻型をしているんですけれども、南北の庭のヒエラルキーをなくしたかったので切り妻型のフォルムを使って、その胸が東西になるように配置をしています。そうすることで求心性が南北の中心に来るようにしていまして、先ほどの天体ショープランと同じような考え方でそれをしています。で、先ほど南側の外観の写真あったと思うんですけれど、どっちがもう南でどっちが北がよくわからないという感じなんですけれども、それこそが意図したことですね。はい。で、これは内外を先ほどシームレスにつなぐための装置として使っているピロティになります。これも南北どっちも同じという感じですね。ちょっと進身が1200と1500で多少寸法は違うんですけれども、これほど南とか北とかそういう概念がないような家はないかなと思ってます。で、ここまではすいません、ずるずると説明をさせていただいたんですけれども、この辺でちょっとまとめに入らせていただきます。この切り妻型なんですけれども、内部空間にはそういう傾斜の天井っていうのは一切表出してませんし、道路側のファサードとして妻側は向けていません。実は2階の天井がなぜフラットなんですかっていうのは先日やらせていただいた、見学会に来た方から質問されたんですけれども、でそのファサードもなんで妻側を見せなかったんですかっていうのは、ここにいる満玉さんからも質問それぞれされたんですが、集合後になんかそれぞれ質問されて、実はちょっとあんまり深く考えてなかったのが正直なんですけども、確かにそうだなっていうふうに思いました。
で、ちなみにそれぞれ の, あの答えはあのシンプルに不要だったからっていう回答なんですけれども、あのというのもその普段はあのお世様からフィーを頂戴している以上は、まあ、理論的なことよりはお世様の居住性とか建物の資産価値というのを優先するので、まあ、理論には不要ですっていうふうに切り捨てずに、まあ、あのせっかく切り妻型なんだから2階を上り張りにして空間使い切りましょうとか、あの、まあ、妻側をしっかり見せて特徴的なファサードにしましょうとか、まあ、そういう提案をあのすると思うんですけれども、あのそうですね、接種のやっぱりあの資産的な資産を無駄にしまいと、まあ、せっかくだからこうしましょうっていうことを、まあ、積み重ねていくっていうのはあるかなと思うんですね。でただあの無意識だったんですけど、今回はそういったことに全く忖度せずにその、まあ、理論を実現するためにシンプルにフォルムだけを作っていくっていうのは、まあ、自邸だからこそなのかなというふうに思いました。私の場合はあの広くなってしまった土地に対して個人住宅の一回答となることが、まあ、テーマだったんですけど、まあ、理論をシンプルに忠実に追い求められる、またあのそこからケーススタディしていけるというのが自邸だからこその経験値だし、まあ、あの価値なのかなと若輩者ながら感じてます。で、あのこれ最後のスライドになりますけど、まあ、今年の3月に住み始めてまだ1年は経ってないんですけれども、まあ、直後にコロナ禍があったり緊急事態宣言があったりと、あの我々建築以外の方もその住まい方っていうのについていろいろ考え始めた時期だったんじゃないかなというふうに思います。よく聞く話なんですけど、まあ、島内都心とかからこれを機に地方移住したりとか郊外移住するっていう方も、まあ、増え始めているという話も聞きます。私はあのコロナに関わらずもともと郊外に住んでたんですけれども、緊急事態宣言中に幾度となくこの場所と住宅に助けられました。保育園が休みの幼児2人が毎日時間を持て余してたんですけれども、その、まあ、家族といえども距離感を持って自宅の内外に多くの居場所を持つことができたかなと思います。まあ、たまたまその、まあ、超ビッグなケーススタディというふうになってしまったんですけれども、まあ、その住むということはこれ以上ない住宅の勉強だなと私は思いました。あのそうですね、私にとって自邸っていうのはこれから住宅を施行する場なんじゃないかなというふうに考えてます。ちょっと尻切れとんぼ的になってしまったんですけれども、以上です。 ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと進行とあの異なるんですけども、簡単に柳井さんの発表について感想を言った方がいいかなと思います。あのいいかなと思いますので、続けてやってください。続けてですか。分かりました、はい、あの僕がいくつか思ったことですけども、あのオンデザインはまずクライアントとの対話を重ねるということを言いましたが、これあの長谷川さんがあのやっていたことと非常に近いというか、長谷川さんは徳丸小児科の頃にインフォームドコンセントというお話を聞いて、で、まあ、自分を変わるんじゃなくて、クライアントとかあるいは公共建築においても市民と対話を重ねていくんだということをおっしゃってましたが、まあ、そういう態度が非常にオンデザインは近くて、あの長谷川さんが始められたようなことが非常に一般的になりつつあるのかなということを感じました。あと2階はガランドということもおっしゃってました。まあ、ガランドもあの長谷川さんの住宅のキーワードですよね。そういうあの生活者から出発したことによってなのか、いくつか共通点があるなというようなことを感じて、あとあの妻側を見せないというのは、まあ、シンプルにと柳井さん言ってましたけども、ある意味で象徴性をなくしているというか、日常の生活の風景に近づけているということなのかなと僕は思って聞いてました。それからもう一つ僕思い出したことがあるんですけども、あのアーキエードで塚本さんとかあるいは千葉学さんとかと一緒に漁村の住宅を考えたときに、あの時は全く我々の建築家としての知識は役に立たない、むしろ漁村の方々に教えてもらうような形で進めていたんですけども、まあ、大きな住宅の中に復興住宅とかちっちゃなものを考えなきゃいけないんですね。でその時の結論も配置が全てだと、配置でほとんどのことができるし、むしろ配置のことから考えないと ああいうところの住宅はできないんじゃないか、そういう結論になったんですけども、そんなことを思いました。柳井さん、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、続いて万玉さん、プレゼンテーションお願いします。
続いて北沢のリノベーションのプレゼンテーションをさせていただきます。まずはじめにちょっとこう自己紹介的なんですけど、満玉直子と申します。1985年生まれで、2007年に向川女子大学の生活環境学科を卒業して、2010年に、神奈川大学の未完組の曽我さんの研究室を、修了して、2010年より、オンデザインで、設計活動の方をしてます。もう今年で10年になるんですけれども、オンデザインの方で主にずっと設計活動をしてきまして、初期の頃は、ほぼ住宅の方を代表の西田と共同設計という形でしてました。この左側の上の根津の9坪の敷地に木造3階建ての住宅を作ったり、で中期の頃2015年に竣工したんですけど、これは島根県の日本海側の海士町というところに3年間こう毎月通って、当時こうオンデザインの中で島流しと言われながら通い続けて作ったんですけれども、この築100年の民家を、改修して、一部増築をして作った公共施設の、町営塾っていうものを作って、ここでこう改修、木造の改修とか、ワークショップをして島の人たちと一緒に作るとか、一回解体した材料を島の柿渋を作って柿渋でメンテナンスするとかっていう、結構そういうことをやったプロジェクトをやったりしました。でその後、ちょっとこう公共的な案件から少し規模の大きなものもチャレンジしてみたいということで、やったのが下の2つです。左側が2019年去年竣工した街のような国際学生寮で、これは母校である神奈川大学が、卒業生向けにプロポーザルを実施して選んでいただいた時の、プロジェクトです。これは200人の国内学生と留学生男女混住する、すごくダイバーシティを目指したような形の、国際学生寮です。ちょっと吹き抜け空間に小さな共用部が点在するような多中心な共用部を持った学生寮を設計をしたり、で今年、竣工した日本橋の浜町にあるこう緑の実験、拠点みたいな形のオフィスビルを設計したりしてます。で、そのちょうどこの神奈川大学の国際寮とか浜町の緑ラボの案件を進めながらも、進めたのがこう自邸である築50年のマンションをリノベーションした北沢のリノベーションという形になります。で先ほど柳井さんも触れていたんですけれども、やっぱり普段のオンデザインでの設計活動っていうのが基本共同設計っていう形になるので、こう自邸の作り方とプロセスと最初随分私も進め方とかスタンスがちょっとこう違うなっていうのは感じながら、プロジェクトをしたんですけれども、何かオンデザインだとこう共同設計で進めたりするので、もちろん施主との対話もそうなんですけど、こう考えていく中でやっぱりこう共同設計者とずっとこう対話をしながら進めていくので、こう議論のテーブルに上げるときにこう事前にこう言語化したりとか、こう何か客観視してあげるんですけれども、自邸の時はもう割と自分の中とかでぐるぐるするので、少し感覚に委ねる部分もすごく多い中設計を進めたかなというのが印象的です。で今回この北沢のリノベーションを、プレゼンテーションします。まずちょっとこうマンションを、購入するきっかけみたいなものなんですけれども、もともと代々木公園の近くに社宅に住んでおりまして、でその社宅が建て替わる、もう立地がいいところにこうバランスガムみたいなすごい古いマンションというか団地みたいなところだったんですけれども、さすがにこう土地の価値がある場所なんで建て替えるよ、退去してくれっていうことが通達されて、で私も
旦那も、出身が関西の地方なので、特にこう住むエリアみたいなものとかは、こう何かあんまりこだわりというかがなく、まあ、今の生活エリアのところでどこかないかなというところを探して、でまあ、土地を持つというよりは、まあ、まだ このタイミングなのでマンションのリノベーションというのはどうだろうということで探し始めて出会ったのが、まあ、割と近くの、下北沢と代々木上原の間ぐらいの、まあ、北沢のエリアになります。で当時内見時まだオーナーさんが住んでいて、まあ、こう内見時こういう普通によくある 3LDK のめちゃめちゃ荷物があるところを見に来て、で、まあ、ちなみにオーナーさんのご夫婦は沖縄に移住予定で売りに出していて見に行ったんですね。で、まあ、間取りをこれがその当時のオーナーさんが作ったという間取りなんですけれども、まあ、十分な広さと、あとベランダが南と東に、ま、L 字に回ってるっていうことがすごく気に入って、でまあ、風通しもよく、でまあ、広さの割にこう手が出そうな価格帯だったみたいなこともあり、割といろいろ調べずにほぼ即決みたいな形で購入するに至りました。でちなみに家族構成は3人家族になります。ちなみに旦那も竹中の設計部なので、一応このリノベーションは共同設計という形で進めています。でこれがマンションの引き渡し時で、オーナーさんが沖縄に引っ越されるタイミングで引き渡していただいた場所になります。でこう結構濃いめのフローリングとか腰壁が張ってたり、こう、まあ、オーナーさんのこう好みが出てるなっていう場所だったんですけれども、まあ、クロスも途中部分剥がれかけていたりとか結構劣化をしているのと、まあ、水回りがすごい極端に小さかったり、まあ、そもそもの間取りは引き継ぐつもりはまあ全くなかったので、最初まず思い切って全部解体をするということに踏み切りました。これが解体中の風景で、まあ、すごくいっぱいゴミを出したなっていう形なんですけれども、まあ、解体をして一度スケルトン状態へしました。で、このスケルトン状態に、なってからいよいよ設計スタートという形になったんですけれども、まあもともとこれが昭和44年に建てられた、築50年の、マンションです。で、まあ、その昭和44年の竣工図とスケルトンとの、まあ、対話みたいなものがスタートするんですけれども、まずどういう建物かというと、これがマンション全体のリノベーションで、全体が6階建てになっていて、我々が住んでるところが4階になります。ちょうど車線を、車線ラインを避けるようにセットバックしているボリュームの最初の住戸になっていて、まあ、小高い壁がイレギュラーにこうずれて、まあ、テラスも生まれて住戸も広いというような402号室を、購入しました。まあ、こう広いんですけれども、住戸を50平米と30平米に分割するように、やっぱり上下の小高い壁が、まあ、構造壁として通っているので、まあ、80平米十分な広さを獲得したと思いきや、結構50平米と30平米に分割されていて、かつこの構造壁が扉1枚分ぐらいの開口しか開いてないというような状況でした。で、まあ、こう、いろいろ既存の竣工図を調べて、構造もいろいろ分析して、こうと、読み解くもやっぱり壊すことは難しいということが判明して、なんかこの住戸を50平米と30平米に分断する構造の壁をポジティブに転換できるのかな、っていうところが、ちょっと一つ目の、課題として、早速立ち上がってきました。
でもう一つそのスケルトンの現場を観察してみると、こう RC のラーメン構造なんですけれども、いわゆる解体した時に最初はこう綺麗な RC のスケルトンの壁が出てくるといいなとちょっと思ってたんですけれども、そんな期待は裏切られ、プラスター塗り25ミリプラスターがべったりと壁に全てこう塗られていて、その上に直でクロス、まあ、パテ処理してクロスを貼ってるっていう施工方法をしてたので、クロスを剥がした時にそのプラスター塗りの上にこう、まあ、パテの跡とかクロスののりの跡とかこうちょっと汚れみたいなものがいろんな痕跡が残っていて、ちょっとこうスケルトンだけど思ってた表情と、まあ、違うなっていうこととか、まあ、フロアも剥がしてみると、まあ、もちろんレベル調整もされてないこうコンクリート打ちっぱなしの床が出てきたりとかして、まあ、こういうスケルトンの表情とこうどう付き合おうかなという、こういうちょっと構造壁をどう読み解こうかっていうのと、こういうスケルトンの表情とどうしようかなみたいな2つが少し大きなこう課題感というか、少しこう勝手に抱いてた期待みたいなものが裏切られたみたいな部分で2つありました。でそういうものをこう、まあ、考えるときに、まあ、まず構造壁がどうしても住宅のまあまあ、面積を2対1に分断するようにあるので、まあ、間取りをどうしようかなというふうに考えて、まあ、これもともと解体前のプラン。私消した方がいいんじゃない？ずっとずっとしてた。けれども、これが解体時、スケルトンになった状態のプランで、まあ、排水位置とか出すダクトスペースの関係で、まあ、水回りとかキッチンが配置されるエリアはおのずとこう決まってくるなという中で、こうそうなると50平米のその側に広めのリビングダイニングを取って、30平米の側に、まあ、北側に子どもの部屋、南側に親の部屋みたいなこう 2LDK の間取りが、だとなるのかなみたいなことを最初こうスタディをしたりしてたんですけれども、ちょっとなかなか生活のイメージが湧かないなということで、どうしようかなと思いながらこうよく現場に通ってました。でこう50平米の方から構造壁越しに30平米の方を見ると、結構なんかこう30平米の方は南と東と北に開口があったりしてすごく明るくて、まあ、50平米側は南にしか開口がないので、なんかこっちが暗くて向こうがすごい明るいなとかで、まあ、その30平米の方にこう行ってみると、やっぱりこう南も北も窓とか開けるとすごい風が通るし、東側は、まあ、テラスにもつながってたりもするので、なんかこうすごく開放感のある場所で、まあ、気持ちいいなという、まあ、広さ的な気持ちよさはあって、まあ、ここを個室に区切るのはまず避けたいなというようなことを考えたときに、こうむしろ50平米の方で、まあ、家族3人程度だったら生活の機能は収まるんじゃないかなということを考えて、この50平米側に水回りキッチン、まあ、ダイニング、寝室、リビングみたいなものをすごくこう緩くこうつ、まあ、区切るというか緩くつなげながら配置するような形で、間取りを考え、むしろこう30平米の方はこうちょっとざっくり残しておくっていうのはどうかなというようなことを考え始めました。でこうそれを生活機能がこう入っている50平米のことをこう私たちはちょっと一つキーワードとして A 面と呼んでいて、30平米のこう残地として残したみたいな形の場所を B 面っていうふうにこう間取りの考え方としてこう呼びながら設計を進めてました。
で、こう、これがちょっと竣工時の写真なんですけれども、この A 面と B 面でもともとの明るさのコントラストもあったんですけど、ちょっと仕上げもコントラストというか対比的に、考えていくことができないかなということを思い始めました。で、こう A 面の方は生活機能がまとまってたり、まあ、すごく居住性をこうアップさせたいなということとか、あとちょっと今まで使ったことがない素材も使いたいなと思って、床にこうウール 100% のカーペットを使おうで、なんかすごいいろんな機能が近いんですけれども、全部こうウールのタイルカーペットで仕上げているので、結局まあちょっとどこにいてもゴロゴロしたり床に座ったりもできるようなこう形にして、こうずるっとウールカーペットで仕上げました。で、こう天井と壁と天井はこう AEP を3回ぐらいもベタッと塗っていて、既存のちょっと表情をもう完全に白く潰すっていう方法を取りました。ただこう白くベタッと塗ってるんですけれども、ちょっとこう傷とかこうちょっと額の削れとかは拾っていて、なんかこう真っ白なんで少しこう綺麗な白というよりは、なんかこう下地のこう傷跡とかを拾うような白で仕上げてるような形にしてます。で、こっちがこう残した、まあ、残地としてっていう書いてるんですけど、まあ、ざっくりと残す B 面の方を、なんですけれども、まあ、床を、フレキシブルボードに全ツヤのウレタンクリア塗装をしていて、天井はもうそのまま全く何も触らないっていうので残してます。なので結構今も B 面の方にいるんですけれども、すごいこうパテの跡とかクロスの塗りの跡とかがそのまま残してます。で、壁をどうしようかなって思ったんですけれども、もともとプラスター塗りの表面はいろんな汚れついてるんですけども、25ミリ厚があればこれ削ったらもしかして50年前の白が出てくるんじゃないかとちょっと思って、現場入る前に一回グラインダーの機械をちょっとこう持ってる人に持ってきてもらって、グラインダーでこう研磨をすると見事に50年前のプラスターの白が出てきて、まあ、なのでこう B 面の方はの壁は全部こうグラインダーで全部こう削っていって、こう白を発掘して仕上げとしてます。なので、まあ、仕上げなんですけど、こう、まあ、格子としては解体の格子なんですけども、こうそれでこう仕上げにするというふうなことをとってます。で、これが平面図なんですけども、それでこう、まあ今これ下が南になるんですけれども、左の50平米をこう円面として読んで、右をまあ、こうざっくりアトリエとしてるんですけど、B 面的にこう使おうという形 で、で仕上げも少しこう変えてっていうプランにしてます。で、こう A 面と B 面をつなぐこうおへそのところが、まあ、幅が850、高さが1800ぐらいの開口しかなかったところを少しこうトンネル状にこうつなぐような形のプランになってます。これがこう竣工写真なんですけれども、これがこう玄関入った時にもうずっとこうウールカーペットで奥までつながっていくような形ですね。で、こうプラン的に水回りを既存よりも拡張したので、玄関はちょっとこう奥行き広く取れるようになりました。で、こう右にちょっとこうラワン合板の濃いのが左に見えてるんですけど、それがそのトンネルをくぐるとこう B 面に行くような形になります。で、こう入るともうすごい近くて、もうキッチンで手前に今ダイニングテーブル置いていて、奥のカーテンの奥がもう寝室だよっていうぐらい、すごい距離の近い形で、すごい生活の機能が配置されてます。で、寝室との間仕切りも
こうタップッとしたカーテンにしていて、っていうのもこう間仕切りで区切るとどうしてもこう南に唯一ある開口部からの光が室全体に回らないのが少しこうネックだったんで、こう基本的にはこう寝るとき以外はカーテンを開けてこう一体的な空間にするようにカーテンを間仕切りにしてます。でこんな感じですね。こう左側が寝室になっていて、奥のちょっと黄色くぼやっとしているところが、キッチンで、ちょっとこう木のアールの壁のところがこう水回りが収まっている空間で、水回り空間はもう浴室洗面トイレは一体的にしてこうちょっと広々使っています。で、まあ、どちらかというとこう広々したいっていうよりはこう洗濯物動線とかを全部ここに集約したいなとかっていうこともあり、こうバッとまとめているような水回りになっています。これがあのキッチンの方からあの構造壁の方を見たんですけれども、これが、構造壁に B 面につながるゲートみたいなものを設置しています。これがゲートなんですけれども、あの土曜日の見学会の時にもこの A 面と B 面区切るところをなんでこう扉をつけずにこういうゲートにしたんですかっていうことをすごくよく聞かれたんですけども、なんかこう A 面 B 面ってこう呼んでるんですけど、なんかこうそれぞれで独立してあるっていうよりはなんか A 面にいる時も少しこう空間的にちょっとつながってる B 面があることがなんとなくこう生活の支えになっていて、 B 面にいる時も単なるこう B 面にいたいっていうよりはちゃんとこう生活の隣にいるっていうような、なんかそういうお互いこう支え合ってるような空間とかそういう使い方をこうイメージしてたというのもあり、まあ、扉で区切るんではなく、まあ、基本的にはつながってるんだけれども、でもなんかやっぱり壁圧の250ミリ圧のみだとなんかこう隣同士の部屋というかちょっと近すぎるっていうような気もして、で開口の寸法の850ミリをそのままこう90度こうくるっとしてこのゲートの奥行きを850ミリにして、なんかその開口幅と同じ奥行きのあるゲートっていうものを作ってます。でこれが B 面から A 面を見たときにそうなんですけど、こうなんかこう B 面にいてもなんとなく向こうの、生活の様子がこう感じながらこう隣り合うような形ですね。で、まあ、奥行きがあるのでちょっとずれると、まあ、視界は見切れるのであんまりこう空気的にはつながってるんですけど視界的にこうつながるっていうことはあんまり実はなく、まあ、なんとなく向こうで流れてる音楽が B 面でも聴けるなとか、なんかそういう形に出ます。で B 面側の構造壁に、まあ、こっちの B 面側で何やったかというと床を作ったっていうのと、あとは構造壁に木製棚をバッとつけたっていうぐらいしか、まあ、しつらえとしてはやってないんですけれども、まあ、この構造構造壁につける木製棚もこうラワン合板の18ミリを組み合わせてなんかこうとあと6ファイの真鍮の棒を組み合わせるこうガチャ棚みたいなシステムをちょっとこう合板での加工で作って、これがこう全面に、用意しているという形です。B 面もこれ A 面もなんですけれども、もともとのこの建物もやっぱりすごく古いのもあるのか階高が2600しかないので、まあ、普通に床を上げてってなると、まあ、天井高さが2000取れるか取れないかっていうぐらい、まあ、低いところなので、まあ、極力天井高さを取りたかったというのもあって元の床のレベルよりも下げた床のレベルにしてるので、まあ、なんかこうそのズレで、多分おそらく既存の時が床を張ってからプラスターを塗っ
ったっていう施工の手順だったみたいで、あの床をのラインでプラスター塗りがこう切れちゃってるっていうのが、そのままこう新しく床を下げると見えてきて、なんかそこがちょっとすごい、あの決して綺麗じゃないんですけど、なんかこう入りはばきのような感じでずれてるような収まりになってます。あとこういう新旧のズレって結構いろんなところに見えていて、あの寝室を区切ってたカーテンもカーテンレールは床と水平に設置したんですけど、そうすると上階のスラブのたわみがこう可視化されてしまっていたりとか、でこれがあの元々の間仕切りのラインで、多分これも間仕切りを立ててからプラスター塗っていたみたいで、元々の間仕切りのラインでなんかこうプラスターがボコッとへこんでるところがあって、まあ、そこがさすがにちょっとこのままだと何とも言えないなっていうんで、まあ、そのラインでモルタルを埋めてこういうラインみたいなものが出てきていて、なんとなくそのモルタルで読めたラインがなんとなくちょっと家具とか置くガイドになってたりするという、なんとなくこう既存の間仕切りがここにあったんだなっていうのをなんとなくラインで感じながら生活をしてます。で、あとこうこれは B 面の北側に設置しているカーテンなんですけれども、もともとの壁もプラスターにやっぱりひび結構入ってるんですけど、そのひびとカーテンのシワみたいなものがちょっと同じようなテイストで見えてきたりもしてます。あと B 面はその既存 の, あのスケルトンの表情をそのまま残してたので、あのめちゃめちゃ多く痕跡があって、まあ、間仕切りのちょっと木が残ってたりパテの跡が残ってたりっていうあの感じで、最初これが全面あった時のスケルトンの状態はどうしても愛せなかったんですけれども、なんか天井だけこれが残ってると結構住み始めてみて、なんかこう暇な時にぼーっと見上げると割といつまででも見てられるような壁になったりとかして、なんかこうこういう風にアップで見ると なんていうかこうリヒターの抽象画みたいだなみたいなことを思ったりとか、なんかこうその B 面の中になんていうかちょっとこうふとした時にこう目をやれて飽きずになんかぼーっと眺めれる場所みたいなものがあるっていうのがあのいいなっていうのはすごくこう住み始めてから思ったりしています。あとこうもうそろそろ最後まとめるんですけれども、これがこう暮らし始めてからの、B 面の写真なんですけれども、あの結構収納されるものによって、まあ、なんとなく使い方がゾーニングされてきたかなみたいなことはあります。で、まあ、暮らし始めてみてからこの B 面の方の間取りなんですけれども、あのまあ引っ越しして1週間後に緊急事態宣言みたいな形だったので、一気にこうワークスペースが加速をしたり、まあ、やっぱり子どものおもちゃ置いてる部分も遊びのスペースになったり、するなということもあるんですけど、こう意外に休日友人を招いた時には A 面のダイニングじゃなくてこっちのも B 面でこう大きく広げたり広げてホームパーティーをしたりとか、まあ、夜ストレッチしたりとか、こういろんな使い方を試みてます。で、今日のこのレクチャーの配信会場をここにするというのも一個こう私的には B 面の実験的な使い方として、使ってみてます。はい、ちょっと最後になったんですけれども、北沢のリノベーション終わりです。ありがとうございました。はい、万玉さんありがとうございました。万玉さんの住宅を今見させていただいているんですが、まあ、やっぱり長谷川さん の緑ヶ丘の住宅などの優れた設定があります。2つの大きな空間に分けて、で一方がランドに続けると。そういうようなものとすごく共通する発想を感じました。一方でその万玉さんの作品で印象的だったのはこう構成的なコントラストを体験的にはむしろ和らげていくというか、
体験としてこうコントラストを強調しないというあの手つきが随所にあるのが大変印象的で、例えば仕上げのズレとか仕上げの後とか新旧のズレみたいなこともついついなんていうかこう対比的にとかコントラストをつけて表現にしちゃうという場合が多いですけども、むしろそういうものを包容するような形で作っているというのが大変僕としては印象的だったなというふうに思っています。さて早速ですけどもお二人の作品発表について長谷川さん永山さんそれぞれにコメントをいただきたいと思いますけども、いかがでしょうか。長谷川さんからでいいですか、それとも永山さんからでいいですか。まあどっちでもいいですよ。じゃあ長谷川さんまずお願いします。これ取ってね、声はもう入ってない。なんか小住宅からいきますかね。なんか私も70年代は小住宅を10個ぐらい作ってて、まあこんなで100平米ぐらいのものでした。敷地は200はないですね、だいたい100-30ぐらいでしたけど、そういう小住宅を作ってたんですけれども、なんかこの強いコンセプトを導入して私は作っていたもんだから、こういうなんかそういうものがないっていう優しさっていうのがちょっとなんか今住宅が求めてるものかもしれないと思いながら、この強いコンセプトにこれから消化していくような思いでいるのか、いやそういうものはいらないって思ってたのか、ちょっと聞いてみたかったということと、二つ目はこの広い敷地にもっといろんな配置を試みなかったのかなと思って、この単純な100平米近くの家を置く置き方、真ん中に置く置き方はよくわかりますけど、もし配置をいろいろ考えたらもっといろんな案があったと見せていただけたんじゃないかなと思うところがあるわけです。まあそういうことはなかったのかよくわからないから聞いてみようと思います。3つ目はインテリアですけど、なんかこの吹き抜けと階段とダイニングテーブルの関係は私には考えられないことだなって思いがある。階段を持っていく下にダイニングがあるっていう、なんかこの関係は実際見てないので分かんないんですけど、階段の位置がここが良かったのかなというように、写真見たりして階段もスケスケだし下にテーブルあって、まあ自宅だからいいのかもしれないけど、普通はなかなか考えられないなと思いながら、インテリアの写真を見たと。もうちょっと大きなテーマで質問あるんですが、まずは3つ聞いてみようと思います。ありがとうございます。じゃあ柳さん、まず質問を取ったので、はい、ありがとうございます、質問していただいて、まず1つ目の強いコンセプトという話なんですけれども、そうですね、ちょっと何をもって強いかっていうのも難しいんですけども、やっぱり配置にこだわっていたっていうのはありますね。その配置とまあ、誰でもできる構成っていうものにちょっと重点を置いていたっていうのはあって、まあ、そうですね、なので、まあ、そこがコンセプトだったと言われればそうなんですけれど、住宅の内部の空間構成みたいなところでのコンセプトは確かにちょっと弱めているというかっていう点はあるのかなと思います。でも今の長谷川さんの指摘僕非常に面白いと思ったんですけども、むしろコンセプトが弱いこと自体が今後の住まいに求められているのかもしれない、そういうご指摘で、まあ、柳井さんそういうつもりで作ったんじゃないかもしれないけども、最終的にその議論をしたいなというふうに思います。そうですね。あと配置の話と階段ダイニング。はい。
配置はスタディはしてみました。で、その、まあ、全方位とか東西とかもいろいろ考えてみたんですけれども、まあ、ちょっとその別の要素として2階からですね、南側にすごい景色が、実は南側にこう斜面があるんですけど、富士山が見えたりとかですね、近隣に五重塔があるんですけども、ちょっとそういうのが見えたりしたので、2階の景観もちょっと合わせてその配置のスタディをした時に考えたということもあって、まあ、最終的にこういうプランニングになりました。なのでちょっとご説明した内容とちょっと別の要素が入っているっていうのはあります。で3つ目は長谷川さんおっしゃるように、これ多分おせっさんの住宅では私多分やらないと思うんですね。というのも、まあ、おっしゃられたようにスケスケの階段なので、もちろんホコリが舞ってですね、ダイニングテーブルの上にということが起きるので、おそらくおせっさんの住宅では絶対にやらないかなと思います。なんですけれども、そのなんとなくそのダイニングにいる時間が多い、私コロナ前から自宅で仕事をすることも多いんですけれども、まあ、そういう時ちょっとダイニングで仕事をしたりとかすることもあるので、まあ、そこに吹き抜けを持っていった、一番滞在時間が長いところに吹き抜けを持っていったということで、こういうような構成にしてます、はい、上山さんに私が最初に質問したなんかそのこれからコンセプチュアルに消化していく必要もないだろうし、当たり前に作る方がいいという、そんなに強いなんかコンセプトがない方がいいのが、今、普通に生活する人たちが求めていることかなということを伺ったんですけど、永山さん、それについてどんなふうに思います？そうですね。多分なんかコンセプトって私にとって割と形を作るときに、私も結構大きなコンセプトだったり、まあ構成がコンセプトの場合もあるんですけれども、何かちょっと大きなエンジンとしてのコンセプトみたいなのは設定するんですけれども、最終的にはなんかこう生活の方が強まっていったときに、そのコンセプトが割とこう書き消えていってもいいのかなっていうところがあって、まあなので、コンセプトを最終的にどのぐらい表現するかっていうことで言うと、やっぱり生活者のタイプによってそれを、強めたり弱めたりっていうのは最終的にあると思います。ただなんかこう、ものを一から作る、ゼロからものを作っていくときに、何かしら強い指標というか、やっぱりこう、ものを作っていくときに、こう、判断の基準としてのコンセプトっていうのは、なんか道具として必要かなっていう感覚がある、設計の道具としてっていうのはあります。あれですかね。彼女はおいくつだって言ってました。30?37 です。37です。ああ、はい。そうか、よくわからないけど、今若い建築家の人たちはそういうなんか最後まで残る強いなんかは建築家として必要にあまり思ってないかもしれないっていう判断をしようと思ったんですけど、それでいいんじゃないかな。やっぱり僕もいくつか自邸とかを見せてもらって、まあ、自分で作ってるっていうのもありますけども、構成があまりに強かったりコンセプトがあまりに強かったりすると建築のために建築を作ってるって感じにどうしてもなっちゃうんですよね。でそこは僕はすごく嫌だなと思っていますし、柳井さんはむしろ建築のために建築作るつもりはなかったんじゃないですか、最初から。だからなんか永山さんが言うようにクライアントを見てどのように建築家として関わるかっていう、そういう繊細な神経で建築家をやっていくと思うんですけど、自宅を作る時になると生活ですからね、なんか客観的には見られないので、こういうなんか
強いコンセプトっていうものをなんか見せていただくことがなくて、優しくできてるっていうことでっていうように捉えちゃいけないんですかね。なんかそういう建築のあり方っていうのは特に自宅を作るときはあるかなと思うんですね。でも建築家は何を作るのかってやっぱり社会に問うときにはそのクライアント次第ですけど、なんかやっぱりしっかりした考え方を思考というものを評価していくっていうことがないと、表明していくっていうことがないと、なんかじゃあこれは誰でも彼女のクライアントすれば誰でもができるものであって、建築家の仕事かなっていうのはどうですかね。疑問に思いませんか。言い過ぎかな。優しくていいのかな。優しくて真似できるように作ったっていう。え？そうですね、まあ、汎用性っていうさっきキーワードちょっと挙げさせていただいたんですけど、ああ汎用性ね、ああそうですね、むしろ真似できるように作ってる。ええ、そうですね、なんか誰かに頼まれてもこういう生活があれば作れるという、そういうことです。でも長谷川さんのご指摘は、まあ、それが通過した上でもこの建築家だからこそ作れるっていうような強さもどっかでいるんじゃないかというご指摘だったように思います。まあ、建築家っていう変な名前がついてる仕事ですけどね、それ取っちゃえば何でも必要ないこともあるんです。まあ、でも建築家として生きていくときにはそこをどうするかっていうのは、なかなか難しいけど、はい、まあ、長山さんがおっしゃったようにクライアントがいて、私たちはこうちょっと引いたり押したりなんかいろいろしながら建築っていうのを作ってるんだと思いますけどね。はい、自宅ですからね、これはね難しいことですね。長山さんの意見を聞いてください。はい、じゃあ長山さん、最初に小さな家の柳井さんの作品の方からご感想いただけますか。そうですね、構成は結構構成的だなと思って、天体ショーで作るとか、割と形の作り方がかっちりしている。で、なんかただそれがやっぱりこう周り庭との関係でその構成がちょっと薄められているところがあるのかなと。で、北側の庭と南側に面して、なんかちょうど括弧が向かい合ってるような感じですよね。だからこう、なんかエリアがふわっとできるようになっていて、で、その全く天体ショーの空間が、南側っていうこう光の強い庭と、北側っていう光の弱い庭を内包している。なのでなんかこうあの2つの空間は同じようでいて明度が違う。でなんかそのだから同じように作りながらこう周りによって明るさの感じが微妙に違うとか、なんかこう一回設定した構成が勝手に周りからの要素によって色がつけられていくっていうのがやりたかったのかなって思ったんですけど。で、なんか、まあ、その中にこう自分で暗い庭ってと明るい庭ってどう使い分けるのかなって単純に思ったりとかして、北側の庭ってで何に使ってるんですか今。北側一回ですね植物を植えてみたんですね。北と南に植物を植えてみたんですけれども、うんうん、2階建てなので夏場はすごい北でも明るいんです、すごい。で冬場になって、うん、今長山さんおっしゃったような明度の違いが出始めてるんですね。で1年通してみて、ちょっと実はどう使うか
考えてなかったんですけど、使ってみてどうしつらえ、今実は昨日ぐらいからちょっと南の庭の造成の工事やったりとかしてるんですけれども、北側は比較的多分ドライな庭にして使った方がいいなっていう印象があって、下草で結構日陰でも育つものもあるんですけれど、やっぱり冬に光が当たらないと育たないので、ちょっとなんかそのモルタルなのかタイルなのかわからないですけど、これから北側はちょっとドライな庭的に使っていこうかなと。もともとに、北側はSK がついてるんですね、シンクがついてるので、ちょっと作業的な庭として使うっていう想定もあったんですけれども、なんか実際本当にそういう感じになりそうな、駐車場にもしてたりするので、そういう感じで多分使っていきながら、なんかそれぞれの庭を特徴付けていくのかな、これからというような感じで考えています。そうですね、なんかそこが結構面白いなと思って、なんか家で分断することによって、なんかちょっと植生の違う場所が出来上がってるっていうところで、こう庭から考えるとあれがあることに、なんか性格の違う庭が2つ生まれたみたいな、そこがまずちょっと面白い試みだなと思いました。で、まあそこと、そのなんか1階のこう庭との関係のストーリーの上に2階を載せるのって結構大変だったんじゃないかな。なんか多分1階って思いつきやすいじゃないですか。なぜかっていうと庭との関係で作るから。でも2階って結構そこからまたいろいろ試行錯誤があったんじゃないかなと思いました。どんな風にその2階を考えたのかな。そうですね。1階はすごい説明がしやすいぐらいのその分かりやすさがあるんですけれども、確かに2階はそうですね。それもあって、もその吹き抜けの位置を、ど真ん中にしたっていうのはそういう意味で、端の方が構造的に有利だったりはするんですけど、ど真ん中に取ったっていうのはそういう意味があって、先ほどお見せした写真でも結構そこにあることで両側の庭が感じられやすい、そもそもその建物のフォルムがすごい細いからだと思うんですけれど、2階からでも結構庭の様相が分かるっていうのは意識して計画をしています、はい、なのでなんか2階を置き去りにしたっていう意識はあんまりなくて、少しでもちょっと連続性シームレスにつながるようにっていうような思考はしました。永山さんの指摘で大変面白かったのが、建物があることによって周辺に微妙な環境の違いが生まれてきて、でその微妙な環境の違いこそが柳井さんがどんどん手を加えていけばいいということも言っていたきっかけを作ってるんだ、多分そういう議論だったと思いますけども、それでだんだんと郊外の住宅地に魅力的な庭が誰もが羨むようなそんな庭ができていくと本当にいいのかなと思います。一方で2階はむしろもうちょっと内発的な理由で、例えば家族が変化するとか、子供が成長するとか、そういうところから変化が起こっていくような感じも僕は開けます。中を結構真っ白く、全体的に真っ白になってると思うんですけど、なんかこう仕上げの決定が、なんか、そうです。決定要素とか。実はライトグレーなんですね、あれ、外も中もライトグレーなんですけれど、実は、ですね、その内外のシームレス、その連続性みたいなことを意識したときに、だんだん暗くなってきたときにグレアで、その開口部に映り込みがあって外と中が分断されるんじゃないかと思ったんですね。その夜間でも中と外が連続していてほしいという気持ちがあったんですけれども、その映り込みか鏡にならないようにするためにどうしたらいいかということを、先ほどちょっとご紹介した照明を作っていただいた岡安泉さんにご相談したんです。でその時に私は個人的な趣味で真っ白が好きだったんですけれども、少しでも
グレーにした方がその結局壁に映り込む白さっていうのが、まあ、その鏡にしてるっていうことが原因なので、あの、まあ、少しでもいいからグレーにした方がいいっていうことを助言いただいてライトグレーにしています。で、まあ、あの見ていただいた通りこう見切る場所がないというか、あの内外連続的につながってるので、まあ、その色がもうどん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 こう外にも中にもはびこってるっていうような印象ですね。それであの色はライトグレーというので決めています。なんか今あのライトグレーって聞いてすごい腑に落ちたんですけど、あのさっき明度がこの家のキャラクターの一つだっていうふうにちょっと感想を述べさせていただいたんですけど、その明度を表現するときに真っ白よりもうちょっと色があった方が、その影の色だとか、あの明暗とかに気づきやすいんじゃないかなって思ったので、まあでも実際ね、グレーにされているっていうのを聞いて、あ、なるほどと思いました。はい、ありがとうございます。なんかめちゃくちゃためになる好評をいただく会みたいになってますね。恐縮です。じゃあ、長谷川さん。長谷川さん戻りまして、万玉さんの、北沢のリノベーションのご感想をいただけますでしょうか。はい。万玉さん。すごい変わった名前ですね。このなんかいただいた平面図に、なんとなく構造体を白くして、目立たなくしていることに多分相当いいところがあるんですね。なんかあの、この50年前っていうと、1970年ですから、私がまさに小住宅を目的に作ってる頃で、まあアパートってまだマンションなんかは少なくて、必ずこういうなんか二間続きとか和室が入ったマンションがその頃作られてたわけですけれども、まあ構造的にはラーメンといってもすごい壁構造で、あのそれ地震受けていて壊せないっていうような、今リフォームするのに大変なようなマンションがこの頃いっぱい作られてたわけですね。でもこのプランはあのなかなか面白いプランでしたね。あ、選択がなんかいいように思いますね。多分あの和室2つの間の壁はコンクリートじゃなかったんですか。和室二間続きのところはあの木で間仕切り壁がされてたので、うん、それは解体時に壊すことができました。あ、なんか長い空間が、これは平面図はわからないけど北ですよね。上が北ですね。上が北です。玄関がある方が北です。そうですね、バルコニーが日本についてるわけですけど、南側のバルコニーと東側に、これはベランダって書いてあるものがついてて、なんか今考えると随分贅沢なあのマンションということですね。今本当に外空間作ってくれませんもんね。広いベランダがあって、そして A 面と B 面っていうようにその和室と板張りのところを区分して考え方を作っている。少しつながりながら少し離れるようななんかアーケードみたいなのを作っている。とてもよくできているものだなと思って、なんかこういううまいプランを探し得たのが一番の功績かなと思ったりします。あの一つ伺いますけど、なんかあの今マンションとか集合住宅を作ってとてもリビングとかキッチンとか大事に建て売り業者とかは作るわけですね。しかし今私たちの生活でそういう共有空間、家の中の共有空間って本当にうまく使って生活してるんだろうかっていう疑問を私は大昔から持ってる人間なんですね。小住宅作ってる時もいつもみんながこうなんか和やかにいるような空間作ったことがなくて、なんかそれぞれが自由にその中に家の中で自由になっていて、なんかそういう特別な共有意識を、ね、生活をするような
そういう雰囲気がないものばっかり作ってた気がするんですよ。でなんかその今だんだんコロナで集まるってことも大変になるわけですけど、もともと家ってみんなで住むわけですけど、誰もの家がなんかそう仲良く一緒に外に座って食べるとか、そういう生活をしてるんだろうかっていうふうに私は正直設計者とか疑問に思って、なんかコンセプトとしては少しいくつかの領域をこう作って、その中に旦那がいるとか子供がこんなピアノがあるとか、こんなヒデゲーターとか言って、なんかそういう家の中で自由にこう家族がいる、共在して共存じゃなくて、そういうようにずっと住宅っていうのを考えてきて、公共建築でも原っぱっていう時はみんなが集まってるっていうよりも、こっちの方に子連れのお母さんがいて、こっちでなんか誰かがバイオリン弾いてて、おじいさんがいて、なんかこういる、いる、なんかいる、そういう原っぱのような空間でいることが、なんか共有空間っていう考えを私は持ってる人間なので、まあこういうなんか、B 面みたいなところを作って、住宅の部分と両方作ったりすると、なんかそういう、生活のあり方っていうのが自由だなっていうように見えて、このなんかプランのうまさっていうのを感じました。まあちゃんとこう家族生活もして、片方で自由に子供も家族もみんな自由に自分のことをする場面を作る。こういうなんか二面性で作ることもいいと思うんですよね。なんかもうちょっと家族のあり方の本日成長の方、やっぱり建築家はちゃんと捉えていかないといけないんじゃないかなと、まあ、そういうことがここに少し表明されていて、私は非常になんかいい作品だというのを思ってみました。また永山さんに振ってこういう考えはどうですかって永山さんに振られるんですか。いや、やっぱりそのいつも過ごしている生活空間っていうのの横にもう一個全くその文脈と関係ない空間を持ってる豊かさっていうのはすごくいいなと私も思いました。で、その両方を行き来するときに、なんかこうやっぱり生活の中で気持ちが切り替わる瞬間があるっていう、なんかそれがこう隣り合わせである豊かさっていうのを、多分こう広さ以上に、物理的な広さ以上に、なんかそこの振幅の大きさが生活のこう豊かさにつながるんだなっていうのをすごく思いました。で、なんかああいうこうある意味誰のものでもない場所があるっていうこと、それはもしかしたらさっき見せていただいた住宅の庭もそうかもしれないんですけど、誰にも占有されていなくて、何も名前もついていないような、それこそ、まあ、長谷川さんのおっしゃってガランドにも近いのかもしれないんですけれども、そういうものがあることによって、なんかこう保管できるものっていうか、生活から普通の生活からこぼれ落ちていくような事柄とか行動とかをちゃんとすくい上げてくれる場所があると思いました。あと満玉さんの家はなんかマテリアルがすごく丁寧 でなんかリノベーションやるときって、まあ、私も住宅リノベーション、自邸がリノベーションだったんですけど、なんか結構こう発見しながらこう作っていくっていう、まず構成決めてっていう普通の住宅の作り方とちょっと違うので、場所をなんか見つけていくような作業かなと思います。なんかそういうその場所を見つけていく時系列みたいなのがあって、そのなんかこう時系列に沿って
丁寧にこう読み解いている行動が見えるっていうのが、まあ、自分もそこをちょっと通った経験があるのでとてもよく分かったし、それに対しての答え方がやっぱすごい秀逸で、まあ、特にその棚がもうすごいいいですよね。なんかなんで急にディテールなんだって思うんですけど、なんかそのディテールになんかいろいろ現れてる気がして、さっき最後の写真に大人が使う高さと子どもの使う高さにこう棚が分かれてて、あ、こっち側にお子さんが座って本読んだり絵描いたりするんだろうなとか、なんかこうこの棚の差だけでもなんか生活の雰囲気が伝わるっていうか、なんかそこがすごいいいなって思います。あとなんかカーテンのかけ方とかもそうです、いいですね。なんかただ仕切るっていうよりはなんかこう質感を与えるレイヤーを一つ一つ壁にもう一回かけてるような感じですね。まあそういうその一つ一つのマテリアルが結構空間の質を大きく変えるので、そこも含めてまあ、丁寧な設計だなと思いました。なんかこう分かって日本の和室の住宅っていうのにはなんかこの門とかあって、絵画とか彫刻を置いたり花を生けたり、なんかそういう なんか日常の芸術性みたいなものが私たちの古い家にはあったんですね。でもどっかでこうまさに機能主義の後からはそういうの全部こう排除して、お金がある人だけなんか特別な絵を飾ってるような、そういうなんか なんか特別すぎる嫌な感じを作ってるだけで、こういうなんか残されてるコンクリートの壁 の処理の仕方とか、あなたが今おっしゃったこうカーテンとかの選び方とか、なんかここにこうなんかなんていうのかな、美的っていうか芸術的な感覚っていうものをなんかこう備えてる感性っていうのが、この家をなんかとてもなんか高級なものに見せますね。私はそれが古い家をリフォームする時のなんかそういうアートとは言わないけど感覚的なものをこうなんか入れながら仕上げていくっていう、そういう感性っていうのがなかなかリフォームではできないけど、それを持ち込んでるところがすごいハイレベルなことだなと思っていますね。カーテンもそうですけど、壁も面白いし、いろいろ、はい、その感性がなかなか素敵だなと思いました、うん。実際に訪れてみると、長谷川さんがおっしゃったようにいろいろないる場所があるって感じなんですね。決して2つの空間が分かれているって感じでは全くなくて、その中でおそらくプランで言うと例えば A 面と呼んでる方では、洗面室、浴室、キッチン、寝室なんかを割とこう機能的に分節して区切りつつも、一方でこう動線スムーズになるとかっていうことなんですかね、切りつつもつなげるみたいなことがたくさん実は起こっていて、でこっちの B 面の方も細長い空間だからなのか、一つの空間というよりはいろんな場所があるという感じがするので、全体として本当にいろんな場所があるという感じを僕はすごく受けています。なので長谷川さんの指摘はまさにその通り でそれこそが原っぱ的な家のあり方というのを、作っているのかなと思いました。マギョクさんどうですか。はい、最初に長谷川さんに言っていただいた家族の共存とか、そのリビングってちょっとどうなんだろうみたいなことっていうのは、その最初にこう、まあ、間取りをどうするかって考えた時にこう、まあ、こう一般的なちょっと 2LDK みたいな配置はできそうだって思った時に、なんかちょっと生活にフィットしなさそうだなって思った時に考えていて、っていうのを前住んでた社宅が、まあ、割とこうリビングらしいリビングでこうテレビがあってこう
ソファーがあってみたいな形のこういわゆるこうまあまあ広いリビングだったんですけど、なんかこう自分たち家族の過ごし方を考えていると同じリビングにいても、あの私はノートパソコンでちょっと仕事をしていて、息子はテレビであの動画を見ていて、旦那はスマホで YouTube 見てるみたいな形の同じ場所だけどみんなこう見てるものが違ったりするときに、こうなんでテレビにソファーのこの形式じゃないといけないんだろうとか、聞こえません、どうしたかな、音が切れたみたいです。リビングのないようなこう家みたいな形に A 面はしてるんですけど、実際使い始めてみると B 面になんかそういういろんな個人個人がその時したいこう活動みたいなのが現れていて、まあ、こう夜寝る前にストレッチしたいなとか、まあ、息子だったら遊びたいなみたいなことをおもちゃとか広げてやってるんですけど、住み始めてみて一番この B 面で面白いなって思ったのが、 この B 面、私は私の部屋だと思ってるし、旦那は旦那の自分の部屋だと思ってるし、多分息子は僕の部屋っていう形で思っていて、なんかさっき永山さんもこう誰の場所、誰のものでもないような場所って言ったんですけど、なんか誰のものでもないんだけど誰のものでもあるっていうか、みんな自分の部屋って思ってるみたいな、こうそういうなんか所有感みたいな発生の仕方がなんかこうめちゃめちゃラップして起こってるっていうのが、すごく発見的で、なんか本来そういう家族の共存みたいなのもなんかそうあるべきなのかなっていうのはこうちょっとあんまりうまく言えないんですけど感じて。はい、ありがとうございます。そろそろ8時半でもう時間になりつつあるんですが、すごいですね、早いですね。残念ながら今コメントを、質問をいただけていないので、もし時間の何かあればぜひ書き込んでください。ちょっとまとめに行きたいんですけども、やっぱり今日強く僕が印象に残ったのは、最初に永山さんがご指摘されていたユーザーというか生活者との視点と、建築家の視点が両方ある。で、そのことによって長谷川さんの言い方が多分住まいとかそういったことから建築が新しい形で今までとは違ったような形の方が見えるんじゃないかという印象を僕自身はすごく強く感じました。で、このお二人の建築から、まあ、どんな新しい建築が見えそうなのかということ、まあ、感覚で構わないので長谷川さん永山さんそれぞれからお話しいただきたいなと思いますけども、長谷川さん、まずいかがでしょうか。私まだ感想を言うんですか。はい、この2人の建築を通じて、どんな建築の方が、感じられたかということをお話しいただければ。質問したように両方ともなんか若い建築家らしい新しいなんか要素を持った住宅を作ってるということに尽きるんじゃないですか。小さい家も南北に庭を持つことがそこのところに外の関係のなんか新しい関係ができると考えて作ってたとしたら、なんか少しこうランドスケープアーキテクチャみたいになるようなそういうなんか関係が建築の中にあるんだっていうことだし、もう一つのリフォームの方は新しい家族の在り方っていうのを私は感じているので、そういうなんか若々しい2人の作品だったんではないかというように、2つともそれぞれ特徴がありますけどそれなりの新しい作品を携えてきてくれたんだと思います。で、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。やはりこう暮らしというか自分自身の生活から組み立てることでこの時代の現代としての新しい感覚をつかんだのかなというふうに思いました。永山さんもぜひお願いします。そうですね、今日すごく
面白かったのは、まあ、作品もそうですけれども、それぞれ一番最後に実際に生活している写真を見せていただいて、で、やっぱりすごい魅力的ですよね。なんか、春光写真も素敵ですけど、生活している写真がすごく良くて、あ、こんな風にこう自分の作ったものをこう検証して発見しているんだっていうのが、見えたのが、やっぱり自邸ならではの面白さだなと思ったんですけども、まあ、まあ、それを見ると、やっぱりこう、なんか、住宅の評価って出来上がった瞬間すぐにわかるものっていうよりは、もうちょっと長く暮らしてみてわかるものなんだなっていうのを思うんですけど、そう、暮らしの中に現れた、こう、いろいろな事象みたいなものが、多分今後自分が作るものに対してのなんか参照できるこう材料というかになっていくのかなって思うと、すごく楽しみだなと思いました。ありがとうございます。じゃあ万玉さんと柳井さんそれぞれ、まあ、このまとめの言葉をいただいて柳井さん万玉さんの準備しましょう。はい、本日は本当にありがとうございました。大変勉強になりまして、自邸ということでオンデザインの作品ではないということもあるので、なかなか評価をいただける場も私の場合はちょっとなかったので、お二人にこのように好評をしていただいて本当に嬉しいです。で、今永山さんおっしゃったような暮らしの中からその、まあ、参照できる材料にしていくというお話あったと思うんですけれども、これから多分ずっと建築の仕事していくと思うんですよね。でその中で、まあ、これが、まあ、なんか実践が最後ではないわけで、多分何軒も何軒も多分お世話様の住宅作っていくと思うんですけれど、その中でその実感値からその世話に伝えられることとか拾い上げて、そういう新しい住宅に踏み込んでいけることっていうのがあると思うので、なんかそういう発見を日々大切にしながら、なんか住むことも大切にしながら、これから進みこなしていければなというふうに思ってます。本当に貴重なご意見いただいて本当にありがとうございました。はい、本日はありがとうございました。なんかこう自邸をやってみて、今までのこう、まあ、オンデザインでの10年ぐらいの設計活動の共通点と、また新たに発見したことっていう、こう2つが私こうあって、まずこう共通点みたいなことで言うと、こうやっぱりこう今までのそのオンデザインでの設計活動ってやっぱりどこかこう公共施設だったり、こう集まって住むっていう国際寮だったり、こう人が集まる場所を考えるみたいなことは、結構いろんなビルディングタイプで考えて設計をしてきたんですけれども、なんかこの B 面の使い方、自分たちの使い方を見て、なんかその家族もこう一人一人独立した人間で、なんかどう共存するのかとか、どういうふうになんか一緒に生きていくのかみたいなことを、結構この B 面でいろんなことがフィードバックされていて、なんかそういうこう、人が集まる場所をどう作っていくかみたいなものは、こう、まあ、住宅とか住宅じゃないとか、ビルディングタイプに関わらず、まあ、これからもやっぱり、こう、すごく興味持って取り組んでいきたいなっていうことを思いました。で、もう一つ、こう、この住宅やってみて発見したのが、こう、やっぱり、こう、なんていうんですか、まあ、既存とリノベーションっていうのもあったんですけど、既存の状態を見ながら、感覚的に、こう、削ってみようかなとか、やっぱりここは塗ってみようかなとか、まあ、この明るさにこういうカーテン合わせたらどうかな、ここにこういうものを置いたらどうかなっていう、なんかこういう素材とかものとかっていうのを割とこうもう全部フラットに考えて、割とこう感覚的にこう作りながらこう組み合わせるとか考えるみたいなことをやってて、それってこうなんか設計施工、竣工して住み始めるっていう、通常こう時間が分断されるものが割とこうラップしながら、こう
進んでいくっていうのがやっぱりこう純粋にものづくりとして楽しいなっていうのを結構改めて実例で気づいたので、なんかそういうこうものづくりの純粋な楽しさみたいなものをまあ、ちょっと設計活動とかに今後もっとなんかフィードバックしていきたいなっていうのが時点で新たに発見したこととしてあります。今日はありがとうございました。ありがとうございました。長時間になりましたけども、皆さん本当にありがとうございました。この配信は後日ビヨンドアーキテクチャで記事になります。で今日いくつか新しい方がをご指摘いただきましたが、その、まとめは2人は改めてこう言葉にしていただきたいなと思いますので、短文で構わないので将来につながるような形にもう一回言葉で置き換えてもらって、はい、で紡いでもらっていればというふうに思います。ですので皆さん記事もぜひお楽しみにしていただければと思います。では2時間、あっという間の2時間でしたけれども、今日は、長谷川さん、それから永山さん、真玉さん、柳井さん、どうもありがとうございました。